経チューブをご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。はい、今日もですね、寒いでございます。今年結構寒波がきついですよね。で、冬ってね、太陽のこう角度が低いじゃないですか。なのでどうしてもですね、日の光がこう結構ね、撮影するのに難しくて、日陰に入れてしまうことが多いんですけど、そうすると寒い。太陽のパワーはありがたいというね、その恵みに、今日も感謝したいと思います。太陽ちゃん、ありがとう。はい、そんなわけでですね、今日はありがとうな一台でございます。トヨタハリアーのプラグインハイブリッドをご紹介したいと思います。で、ハリアーといえばですね、1997年にデビューしてるんですね。1997年といえばトヨタプリウスもデビューした年だったとして、97年って結構なんかこう当たり年というかね、その後にこうずっと続くヒット作が出た年だったんですね、今思えば。でね、私このハリアーで一番覚えてるのは、ライオンがタキシード着た CM ね、あれで、あれ？ライオンがタキシード、要はライオンのようにたくましい人がこのタキシードのようなこうシャッとした格好で迎えに来るみたいな、あ、だからこうどこにタキシードで乗りつけてもいいような、例えば高級ホテルとか、そういったところに行ってもいいようなたくましい SUV なんだなって、確かにうまく表していた CM でしたね。最初ギョッとしましたけど。で、そこから時は流れて4世代目です。で、ハリアはですね、つまりプレミアム SUV のパイオニアとして出てきた車なんですが、すごくずっと人気があるモデルで、ハリアからハリアに乗り換えてる方もたくさんいらっしゃるんですよね。そこに今回はですね、プラグインハイブリッドが追加されたということで、こちらをご紹介していきましょう。はい、ではボディサイズをまずご紹介しましょう。全長が4740、全幅が1855、全高が1660というサイズですね。なので、まあミドルサイズの SUV と言っていいんじゃないかなと私思うんですけれども、今回ね、ハリアってこれ実はラブ4とベース一緒なんですよね、プラットフォームね。とはいえ、まあ、全然、まあ、側も違いますし、色々仕組みとかも色々違ったりするんですが、本当の基本の基本中のところは、実はラブ4と同じなんです。でもね、このハリアになると急にね、なんかこうプレミアムな感じになりますよね。まあラブ4がちょっと今回オフロード寄りのワイルド方向に行きました。なので逆にハリアはグッとね、プレミアムな方向に触れたのかなというふうに思います。で、デザイン的にはすごくね、こう抑揚感のあるこうシュッとした顔してるんですよね。はい、なんかこういう、なんだろうな、最近の、まあ、トヨタの金ルックの一つだと思うんですけれども、グッとした方向にこう台形に張ったようなこういう顔で、で、この辺りから見るとね、このヌメヌメっとしたこう感じが、これは村山さんカメラで映るかしら、こうヌメヌメっとこういうライン、こういうヌメヌメラインがね、すごいんですよ、顔がね。で、まあ横はね、すっきりしてるなって一瞬思うんですけど、この辺りにまたこのさっき言ったヌメヌメラインを入れてですね、とにかくこう艶っぽく仕上げてるんですよね。で、上はこうクーペ風にシューッと降りてきてといった感じなんですけど、で、後ろはね、こういう感じの抑揚がある。とにかくね、抑揚があるんです。だからそこもカクカクしてなくて、この抑揚があるシティ派のね、プレミアムな SUV に仕立てやすかったのかな、逆にもうポーンと方向的に触れたのかなっていうのが上手に出せたポイントかなと思います。ここがね、すごいえぐれてんだよね。普通だったらここら辺こうギュッと出して、なんかスペース稼いだりすると思うんですが、こうグググッとこうえぐれてます。でね、私ね、一つね、ハリアーに対しては実は物申したいところがあります。母さん、ちょっとこれさ、ハザードつけてくれる？ウインカーでもいいんだけど、ちょっとね、どうしてもね、これはね、言いたいことがあるの。ね、ハリアーってすごい人気のモデルだから、たくさん街中走っているわけですよ。でね、光るのがここなのよ、ウインカー。ここね、見えないのよ、後ろにいると。でね、あんまり、こういうこと言っちゃいけないのかもしれないけど、ニッチなモデルで、そんなに街中に走ってないモデルだったら変わった車だなと思って気づくからよりいいのかもしれないんですけど、ハリアーってね、人気があるからたくさんいるんですよね。それからこういうね、ハリアーこそ見えやすいところ、こういうとこ光らせた方が良かったんじゃないかなと思って、ここね、ちょっとね、気にかかるポイントなんで、トヨタさんどうでしょう、次のハリアー作るときはもうちょっと分かりやすいとこ光らせてくれるとありがたいかなと思います。まあドアミラーのとこは光ってるけどね、まあいずれにしろちょっと見えにくいでございます、後ろついちゃうと。ありがとうございます、カツさん、 OK でございます。
これがね、どうしても言いたかったのってケチつけてるわけじゃないんですよ。だけどこうハリアーみたいな売れてるモデルだからこそそこはやってほしかった。あ、母さんちょっと鍵も持ってきてくれると嬉しい。もういろいろ都合なお願いしちゃってすいませんね。もうほんとすいませんすいません。立ってるものは親でも使えてよく言ったもんでございますけど、はい、じゃあこれでね開くのかな、持ってきてとか言っといて。よかった。言ってね、開かなかったの大賓縮でしたけど、開きました開きました。というわけでちょっとしまっ、ちょっとごめんなさいね、大きかったわ。はい、でですね、面白い、ここだけじゃなくてこんなとこにアルミプレートがあるラゲッジってあんまないよね。ラゲッジって普通なんかもっとジーミーだと思うんですけど、こことここにね、このスカッフプレート的なこういうのがついてんのよ。へえ、おしゃれ。なんだろうこれね、荷物が、あ、要は横に行かないようになのかな。おー、なんか面白い。あ、ここに充電ケーブルがおりました。まあ、プラグインハイブリッドなんでね、充電ケーブル必要ですから、こんな感じで下はジャッキだの、なんだのかんだのいっぱい詰まっておりまして、でですね、あ、JBL のスペックついてるね、スピーカーね。やっぱプラグインハイブリッドとかってエンジンかかってない時音静かだから、まあね、いいオーディオで音楽聴きたいっていう方多いと思いますので JBL ついてます。でここにね、はい、1500W のあそこにコンセントがありまして、ここにねコンセントがあるとやっぱりね、あの後ろ側でいろいろね、アウトドア的なこともやりやすいのかななんて思いますけど、ちょっとね届かないんで横から行きますね。ちょっと倒すのに届かない。あら、ちょっと勝さんのカバンがよいしょ、ちょっとこっちにあっとくね。よいしょ、よし、こんな感じ。おお、結構重たいけど、結構ね、あのスペース的にも十分ですけど、ハリアーみたいなプレミアム SUV だったら、まあ、ちょっとここら辺からあの電動じゃなくてもいいんでカチャンって倒さずつけてもよかったかななんて、そんな贅沢でも広いからね、ついついそんなことを思ってしまいました。眠れぐるぐらい広そうですが、ここがちょっと高さも結構ありますんでね、今日寝ません、寝ませんよ、寝ませんけど結構広いです。あのプラグインハイブリッドにしてもスペースはちゃんと稼げてるというところをご覧いただければいいかと思います。ではちょっと運転席に乗ってみたいと思います。そんなに重くない、まあ普通に扱いやすいかなみたいな感じかな。この高さもまあそこまでねちゃんと巻いてあるんであれですけど、こうやって見ると意外と最低地重高しっかり高いのかなって感じしますね。じゃあちょっとねシート調整したいと思いますが、これ電動です、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 電動です。で電動でこの前側だけいけるのかな。あ、上がる上がる。でこれね、前上げちゃうと私の場合床にかかとがつかなくなりますんで下げます。これね下げるの大事ね。でこれテレスコピックとチルトも電動、こんな感じかな。まあオルガンペダルなんで足もちゃんとこうね踏める、かかとつけて踏めます、この位置でも。はい、できました。この辺まではボンネット見えてる感じかな。真ん中よりもね、これさ今気づいたんだけど、あの真ん中のところに三角マーク見える、下のここのあんなとこに三角があるんだね。ちゃんとあそこが真ん中ですよって、要はあの車のよく真ん中が分かんなくなっちゃう人に、こうこうこうであそこが見えたらあの辺が真ん中ってこう覚える、あれだよね、教習所にあったやつ、こんなんついてんだね今ね、ちょっとびっくりしちゃった。でその三角よりも手のひら1個分ぐらい左まで私ボンネットなんとなく見えるんです。ただその位置になるとここの角がちょうどかぶってくる感じかな、私のポジションだとね。だからでもまあまあギリギリこれが邪魔じゃないってギリ言えるぐらいの高さ、ほんとギリよ、一番上まで上げてたからね、もうギリ言えるぐらいなんだけど。でそこのね三角窓のところもまあ見えてんだけど、結構このねダッシュボードの位置が高めに見えるんだな。もうちょっと下がってくれると嬉しいんだけど、まあこの辺りはね重厚感のあるインテリアとのこうせめぎ合いのところで難しいところだと思うんですけど、まあ私の体格だとそうっていうことね。じゃあちょっと後ろ、あ、後ろもドア軽いわこれ、いいよ、あ、乗り込みはまあまあ。じゃあ勝さんお願いします。はい、じゃあこの辺ちょっと見てみます。面白いねこれ、なんかあの
ちょっと男性のスーツの生地みたいじゃないこれ。なんとなくね、面白いツイード風な感じですけどね。でシートヒーターありがたいね。シートヒーターで窓のスイッチで、こういうとこもねパイピングのようなものが入ったステッチが開いて、ここも全部ソフトパッドなの。やっぱりねプレミアムな車なんだね。でここもドアポケットがあり、あ、どうしたドアじゃない、シートバックポケットがありまして、でここにエアコンの、でもやっぱエアコンの後ろ側って最近メッキ入れないんだね。これなんかやっぱ私ちょっと加湿が欲しい個人的には。で下側には USB がね2つあります。でこの真ん中よいしょ、お、ちゃんとねカップホルダーがあって幅広いアームレストがあってって言ってる間にカツさん出来上がっちゃった感じ、早っ早っ、ちょっと入れないぐらい、私がね入れないぐらいな感じですけど、でもまあ十分、ここの下もすごい足入るし十分座れると思うので、これならきっとカツさんも文句言わないだろう。はい、というわけでじゃあ後ろの席にねカツさんに座っていただきましょう。はい、ということでいつものように身長 175.5cm の勝さんに後ろの席に座っていただいております。スペース的にはまあまあ問題ないですかね。でもシートの形があんまり勝さんにしっくりこない。なんだろう、跳ね上げられるってことはね、これ反発力が強すぎって感じ、そんなイメージだね。はあ、もうちょっと体重が重い人にももしかしたら対応してるのかもしれないですよね、ドイツ車みたいにね。はい、見た感じはね結構なんかクッション性が高そうに見えるのよ。あのちょっとパンチングのね、あのパンチングレザーっていうんですか、でこのパンチングレザーがあのセンターの部分がですねちょっとやっぱツイード調の形に、矢印っていうんですかな、ツイードだよねの形になっていて、ドアのねドアトリムのところのやつとうまくなってんのかなと思いますけど、革の素材はそんな悪くなさそうだよね。そうだよね、そうだよね、なんとなくね、なんとなくこうしっくりこない。あ、カツさんはちょっとライオンにはなれないかもしれませんけど ね、はい、そんな感じでございました。では運転席周りです。いつものようにドアトリムから行きたいと思いますが、ドアトリムのとこのさ、このこっからこうつながる、こうつながる、そこに繋がるこのラインおしゃれじゃない？なんか赤なんだね、こんな、ちょっと和風な感じもするし、逆に洋風な感じもするし、どっちにも取れる感じのこの絶妙な組紐的なおしゃれさですな。はい、でドアドリムのところも後ろのドアと同じ感じのね、ちょっとツイードのスーツみたいな感じの、はい、ドアドリムのところが入っておりまして、あとはねレザーで、でそこにもハリアーのマーク入ってんだね。ね、ハリアーといえばそのマークですね、私のイメージではそんな感じで。ここもねソフトパッドです。でもちろんここもソフトパッドです。ここはまあでもここもちょっと柔らかい、カチカチではない、なんかすごいシュッとしてるよね、インテリアも全体的に。でグローブボックスはまあフルサイズと。でシートもですね、こういうふうに V の字シュ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 ってこう後ろのシートと同じですねなっておりまして、はい、でここはですねちょっとこっち行っちゃおうかな、着くかな、着きました。鏡の幅が高いねこれね、これはいいね、見やすい見やすい。これやっぱね、あの隣に乗せた女性がメイク直ししやすいような灰色じゃないでしょうか。でこの辺りのライトのこの辺も綺麗だね、やっぱね、やっぱプレミアム感なんだなってのは感じます。でここに大きなディスプレイがありまして、ここにも JBL って書いてありますが、ここ JBL ついてるやつなんだね。でここ綺麗です、液晶はとても綺麗ですけれども、きっとここにエネルギーフローがあるので、ここでねあのプラグインハイブリッドですから、こう充電スケジュールとかこういうのもここでも見ることができます。 eKEA ってなんだろう、 eKEA、 あ、今出ないね、まあでも出ることができます。でここはまあエアコンのスイッチなんですけど、まあこういうねぐるぐるタイプじゃないけど、まあ低い温度高い温度とこう上下に分かれてるので、そんなには使いにくくないかもね。でここにですねパワースイッチがあるの面白いよね、ここにあるのね。で下の中には USB の C が3つこう並んでおりまして、で置くだけ充電がある。でここにドライブモードがあるのね。でこれはオート EV ハイブリッド、こっちはチャージホールドとかいろいろ切り替えができます。まあ、あのプラグインハイブリッドなんてね、まあ、いろいろできますよと。でストレートのシュッテレバーがあって、カップホルダーがあって、じゃーん、おー、なんだこれ、ここにシートヒーターのスイッチがあるのか。で
これはシートのベンチレーションがあるんだ。面白いね。まあ、確かに見えないし、でね、開けたとこもここもね、ちゃんとドアトリムと同じ柄が入ってんの、すごい統一感がある。これなんだ、これ、ここにさ、こういうトレイがあってね、これね、ここに入れんだね。そうするとさ、高くなるじゃん。そうすると短めのカップでもね、取れるっていう、そういったこう底上げグッズでした。底上げグッズをここにね、こうやって、なんかエレベーター式とかの方がちょっとおしゃれだ。ここにね、まあしまえるからいいんだけどね。あ、そういうこと、これこうずれるんだ。ずれるとさっき言ってたシートヒーターとかベンチレーションのスイッチ出てくるんですね。だから出てきた時にやっぱここにちゃんとトリム入れて考えてるね。でも細かいとこまでこう、なかなか効率的なスペースの使い方でした。はい、で運転席周りももう至って普通。これは本当、ここにクルーズコントロールのがあってお話しするのがあって特にない。ステアリングヒーターのスイッチがここにあるのがちょっとポイントかなというぐらいで、あとはまあすっきりしたものです。まあでも全体的に質感があってよろしいのではないでしょうか。はい、こちらがエンジンルームです。これは直列4気筒 2.5 リッターですね。177馬力のトルクが219ニュートンメーターってことなんですけど、なんかこう、まあプラグインハイブリッドなんでごちゃごちゃはしてますけど、なんかこうカバーがもうちょっと高級でもよかったのかななんて文句言っちゃいけない、中が高級だからさ、ちょっとそれのこう落差がちょっと大きかったの。はい、まあ普段毎日見るところじゃないんでね、まあいいでしょう。でもこれトヨタのマークちょっと光らせてほしかったな。はい、ということで走り出しました。今はですね、オートで EV とハイブリッドモードを切り替えるモードにしてます。で今はね、結構ねバッテリーが溜まっているので、これ電気だけで走ってますね。で前後にモーターがあります。これなんかね、私ハリアー、まあいろいろガソリンモデルとかハイブリッドモデルとか乗りましたけど、もう正直に言いますよ、あんまり自分の好みじゃなかったんです。なんかこうね、パワーの出方とかどうもしっくりこなかったんだけど、これいいね、プラグインハイブリッド。これね、今のところ私の中ではハリアーの中で一押しパワートレーンかも。このね、出足のこの感じとかもね、なんかあっちよりも全然いい感じで、やっぱりね、電池の搭載量が重い分重厚感が出てるんだと思うんですよ。でこれあの Z っていうグレードにプラグインハイブリッドモデルが加わった形なんですが、あー、ここ全然違うな。なんかね、そうなの、いわゆる今まで乗ったその2つのモデルはハリアーらしいこのしっとり感とかがあまり感じられなくて、かといってパワフルかっていうとちょっとパワー物足んない気もしてたんですね。でもやっぱりこのモーターの力強さとこのどっしり感が相まって、これはこれがいいんじゃない。でね、やっぱ乗るとね、すごいこう直列になって、ちょっとだんだんこう落ちてくるじゃない、こうピュッとこう座ったとしても。で落ちてくるとちょっとこのね、あのディスプレイの上の端がね、若干見切れんだな。うん、でまあでも気になるのは、まあ前向いてるとそこぐらいで、でもやっぱね、全体的な質感はいいので、こうちょっと触ったところとかがみんな柔らかいわけですよ。ね、なんかそれがね、いい車乗ってるなって感じで、このあのさっき言いました和物の組紐のようなこの赤いちょっと渋い、このこれがおしゃれね。こういうちょっとこう運転中に目に入るところがおしゃれだと気持ちが上がっていいですよね。でもね、こういう知らないところで結構交通量が多いところだと、こういう大きな車ってドキドキしちゃうと思うんですけど、このさっき言ったところぐらいはしっかり気になるけど、乗っちゃうとね、その辺の左側のところもこうパッと向いた時に、あの三角窓とドアミラーとその下とって結構見えるんですよ。だからそんなに気にならなくて操れますよ。
で後ろの窓も SUV にしてはまあ斜めになってるし、そんなにね後ろの最後の D ピラーのところの三角窓もちっちゃいのでめちゃめちゃ視界いいかっていうとそうではないんですけど、でもね見えるし、なんとなくこうギリギリのラインでデザイン性とこの視界要件とかそういう、こう機能性をうまくミックスしてんだなっていう感じがします。でこのねルームミラー、これドラレコがくっついてんだね。レックって書いてあるからここの中に内蔵されてるんだな。と外にね別にこうボンってつけなくていいので、なんかデザイン的にもねインテリアごちゃごちゃしないですし、そういうとこいいですよね。だからこういうねポールがあったりするこういう街中の横断歩道とかさ、人とか自転車が来るから結構注意も必要じゃないですか。こういうところで視界悪いと困るんだけど意外と大丈夫だから、やっぱりね外からねこのウインカーかな、どうしても気になるんだよな個人的には。皆さん気にならないですかね。私なんか街中でハリヤー見るとあそこかなっていつも思うんだよな。でもやっぱり乗った感じのフィーリングはこれが一番良いですな、今一回もエンジンかかってないもんね本当にこれだったらもうさ家で、ね、充電できる人は充電して、もう普段お買い物とかまあ通勤とかそういうので使うぐらいだったらもう全然さ電気だけで一回もエンジンかかんないでいけますね。最近やっぱガソリン代も高いからありがたいですよね。でねこれねチャージモードっていうのも実はあるんですよ。だからこう例えばすごい遠くまでお出かけした時に外でね充電するチャンスがない時、このチャージモードで高速道路などで充電をしながら、帰ってきて、で、最後一般道に降りたらモーターで走るっていうのはねありかなっていうふうに思います。高速道路でね一定にずっと走ってる時にガソリンエンジン使う分にはそんなに燃費悪くならないんですよ。だからそういったところでガソリンエンジンでチャージをして、でストップ&ゴーが多くてですねこう走り出しとかそういうところで力が欲しいとか、あと夜遅いとか朝早いとかね、あんまり周りに迷惑かけたくないなっていう時にモーターでしずしずと走れるっていうのは非常にいいなというふうに思います。で逆にやっぱりね高速道路よりも一般道の方が路面やっぱり良くないですから、そういったところで一つでもねこう音を出す要件が減ると良いのではないでしょうか。まあガソリンエンジンの音で今までごまかされてたロードノイズが気になるなんていう話もあるかもしれませんけど、まあそんなに速度で街中走れないからね。いやいやこれいいんじゃない、プラグインハイブリッド乗ったことによって私のハリアーに対する印象がぐっと良くなりましたこんなね大人気の車実はあんまり好きじゃなかったとか言うの勇気がいりますけど、今日は言ってしまいましたけどね。まあ K-Tube いいだろう、カートークバラエティだから許してもらおう。でもこのプラグインハイブリッドはいい。でも本当ねやっぱハリアーって今ねプレミアム SUV って世の中にたくさんあるじゃないですか。もうスーパーカープラントなんかもね SUV 出しちゃうぐらいの本当もうブームというよりは超人気のカテゴリーの一つになった感じがしますけど、その先駆けがね実はハリアーで、その後出てきたのが BMW の X5 だって考えるとハリアーの功績大きいですよね。ロードノイズが若干大きいけど、それやっぱエンジンかかってないから気になっちゃうんだな。これ今50キロですからね。まあでもほんとしっとりしたね感じで、デコボコ乗り越してもガツンともきませんし本当に良いと思います。じゃあちょっとそろそろどっかで乗り換えて勝さんに後ろに乗せてもらおうかな。さて後ろの席に乗せていただきました。ね私が乗るとねすごい広くて、前側のこの辺はね抜けてるので
押し込められた感じはないんですけど、なんかねすごい大きい車にポツンと乗ってる気持ちです。まあだからいいんですけど、なんかこうゆったりと後ろに乗せてもらってやってちょうだいパーカーみたいな気持ちになっちゃう感じ、どっちかといえば。なんかみんなでワキワキあやいというよりはなんかそんな感じですね。ショーパーカーぐらいの、まあそう大げさか、でもまあそういう方向性としてはね、なんかそんな気持ちでね乗れる感じのリアシートでございますよ。で後ろもねやっぱりね、まあロードノイズはもちろん入ってきますけど、モーター後ろも積んでんだけど、そんなに別になんかウィーンってうなるとかそんな感じは今のところなくて、とても本当に良い。まあちょっとゴロゴロした感じがあるかな、すごい神経質にチェックすればね、ちょっと後ろのシートのお尻の下がなんとなくこうゴロゴロした振動とか、なんとなくこうモーターの今こう回転って大きいとなんかこううーんみたいな、そういうこうブルブルみたいな、そういうのが若干あるかな。なんかお尻の下のねクッションがね薄めな感じ、薄めっておかしいけどね、なんとなくそんな感じがしなくもないんですよね。でもまあ本当に乗せていただくには静かだしいいですよ。なんとなく黒い内装でこのまま眠りに落ちてしまいそうでございます。でまあじゃあ眠りに落ちる前にね、はい、今日はこのぐらいにしようかなと思います。はい、というわけで皆さん今日のドライブはいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。